皆さんこんにちは。華やかな世界で活躍し輝いて見える芸能人や有名人ですが、輝いて見える世界の裏には多大なストレスを受け、うつ病を発症してしまう人たちも多くいます。なので今回はその芸能人有名人たちのうつ病を発症した原因や克服した人を紹介していきたいと思います。まずはうつ病を発症した芸能人有名人の紹介と発症原因を見ていきましょう。岡村隆史、ナインティナインの岡村隆史さんは2010年にうつ病で芸能活動を休んでいます。その当時のことをテレビでこう語っています。ほんまに芸能界やめようと思ったんですよ。もういいやと思って。あれだけお笑いに真剣な岡村隆史さんが芸能界をやめようとしたしていたのですから、当時は相当苦しんでいたことがわかります。また不眠症にもなっており、何ヶ月も眠れない日々が続いたのとことです。はっきりとした病名は明かさずに頭がパッカーンと表現していましたが、症状を見るにうつ病で間違いなさそうです。うつ病の原因としては働きすぎが挙げられます。多忙から銀行にも行けない状態だったようです。そしてそんな状態にもかかわらずお金がないことに悩んでいて、矢部浩之さんにお金がない訴えていたようですね。藤原紀香さんはヌメロ東京のインタビューうつ病寸前だったことを語ります。忙しかった時期は 4,5 年完全無休状態だったらしく、それが原因で心が病んでいた時もあったそうです。30代になり結婚と離婚で毎日苦しみ、睡眠薬を飲まないと眠ることさえできないほどの状態になったとのこと。稚拙な選択で結婚と離婚をしてしまった自分に自己嫌悪に陥り、食事もできず痩せ細ってしまったそうです。井上真央さんはパニック発作15歳頃に発症したと女性自身で語られています。そして2015年の NHK の大河ドラマ花も湯で主演の演じるという多大なプレッシャーから再度発症したようです。撮影中も動悸や発汗、めまいなどが起き撮影中断するなどありましたが、なんとか乗り越えたとのこと。また芸能人うつ病と検索すると井上真央さんが出てきますが、これは映画やドラマの役柄に関係していることが判明しました。大島優子さんは2013年の12月5日に体調不良で公演を休演しています。さらに大島優子さんのオフィシャルブログ「ゆうらり優子」の更新が2週間なかったことからうつ病疑惑が出ていました。この時期はチームリーダーやドラマなど多忙から精神が追い詰められていたようです。仮に体調不良ならファンに心配かけまいとブログは更新するはずなので、うつ病だった可能性はかなり高かったのではないでしょうか。さすがにこれだけの多忙ならうつ病になっても不思議ではないですね。萩原流さんは夫婦でうつ病を患っていたようです。最初に萩原さんの妻真由美さんがうつ病を発症します。原因は萩原流さんの女性関係が派手だったことからうつ病になってしまいます。そしてうつ病になった真由美さんを支えることもなく、自身もうつ病になったと告白本で語られています。萩原流さん自身がうつ病になったことで真由美さんの辛さを知り、家事などを手伝うなど優しくなったとのことです。ですが2015年にバイク事故で萩原流さんは亡くなっています。柳原加奈子さんは父親が亡くなったことからうつ病を発症します。父親のことを清と呼ぶほど慕っていたそうです。柳原加奈子さんは一人っ子で母親を早く亡くしているため、父親を亡くすことなんて想像もできないし、考えるだけで恐ろしいと発言していました。父親が亡くなった後2013年の7月に頭痛で1週間の入院をします。頭痛はうつ病の症状の一つです。さらに2011年の時点では153センチ74キロだった体型が2013年には80キロ近くなり、翌年2014年に65キロになります。ダイエットしているわけではなく、この激痩せぶりにファンは心配したようです。柳原加奈子さんは両親2人とも亡くなったから精神的に相当辛かったでしょうね。続いてはうつ病を発症してしまった男性芸能人を紹介していきます。武田鉄矢さんは40代から約20年間うつ病だったことをフジテレビ系ノンストップで語っています。武田さんは当時101回目のプロポーズで主演するなど多忙だった頃に体調に異変が起こったそうです。ちょっとうつ病っぽくなっちゃって何をやっても力が湧かない、しかしうつ状態になっても誰にも打ち明けることができず、
苦しんでいたそうです。そんな中、心理学者 C.G. ユングの言葉に出会って救われます。人生は山登りに似ている。山へ登った限りは降りなければならない。山に登ったということは登って降りたということ。この言葉で山に登り続けようという張り詰めた気持ちがなくなり、気楽に生きられるようになったとのことです。20年もうつ病ってすごく辛かったんでしょうね。でも治って本当に良かったですね。長嶋一茂さんは42歳の時に重度のうつ病を発症します。原因は幼い頃から常に一緒だったお手伝いさん、祖母、そして母親が亡くなってしまったことです。もともと30歳の時にパニック症状を発症していたらしく、原因は長年父親との比較に悩まされていたことによる心身のダメージだそうです。その症状が治らないまま、立て続けに大切な人が亡くなり、重度のうつ病になってしまったようです。夜中3時になると発汗し起きる日々、幻聴が聞こえたり、包丁を持ち出して命を絶とうとしたり、とても辛かったようです。そんな長嶋一茂さんが立ち直ったのは、双子の愛娘の存在と、いつ自分が亡くなってもいいと言った開き直りだそうです。そして飲んでいた薬を止めたところ、良くなっていったとのことです。玉木浩二さんは仕事のプレッシャーからうつ病が発症したと自身で語っております。ステージで寝転がったり、バンドに演奏をやり直させたり、客のブーイングに怒り、嫌なら帰ってくれなどの気候が問題になっていたとのこと。そして入院をしますが、薬漬けになるのが嫌で3日で脱走したらしいです。そのまま実家の北海道に行き、半年間療養をしたそうです。そこで地元の仲間や母親の励ましにより回復に向かっていったようです。岸辺史郎さんがうつ病になったのは2007年です。うつ病になった原因は自己破産や脳出血で右目の視力が3分の1を失ったり、妻が亡くなったショックから発症したとのこと。そんな岸辺史郎さんを救ったのは友人や近所の知り合い、整体師たちだったようです。なんとこれらの人が集まって岸辺史郎さんのサポート応援団を結成したとのこと。このサポートのおかげで徐々にうつ病を克服しつつあるようです。松本人志、ダウンタウン。松本人志さんは東日本大震災の後に軽いうつ状態だったことをニュースゼロのインタビューで語っています。震災があった当時、テレビはバラエティ番組は中止になり、報道番組ばかりになっていました。そんな中、2011年3月24日にダウンタウン超 DX 沖縄生放送スペシャルがあります。その時、松本人志さんは一体自分に何ができるのかと思い、やる気が出ず軽くうつ状態だったとのこと。しかし生放送の何気ないやり取りに客席から笑いが起こります。この大震災で暗いニュースばかりで、元気を出すためには視聴者は笑いが必要だったのです。そしてその笑い声を聞いた松本人志さんは、俺結構何かやれるかもと思い立ち直ったそうです。次はうつ病を患った原因と克服した女性芸能人を紹介していきます。マヤミキさんは30歳を過ぎたあたりから軽いうつ病になったとのことです。悩みで食事をとれず、日に日に体重が減っていくことが怖かったそうです。液体や錠剤で栄養や体重が正常になるものを開発してほしいと当時本気で思っていたそうです。宝塚を退団した後もうつ状態になってしまい、今度は食べることがやめられなくなったとのこと。そして友人に、私さ、なんで生きてるのか分かんなくなったと話し、それに対して友人は、じゃあとりあえず私はあなたが必要だから生きててよって軽い感じで言われたことから気持ちが軽くなったとのことです。高木美穂さんは仕事のストレスからパニック発作になり、うつ病が発症したとのことです。電車の中でパニック発作を起こしたことから始まったとのこと。一度起こすとまた起きるのではと不安になり、それが積み重なってうつ病になってしまったようです。高木美穂さんは周りの期待に応え続けるため誰にも相談しなかったと自身で語っています。そして高木美穂さんは自力でうつ病を克服します。うつ病を自力で克服するのは驚異的なことなので、他の人はやめた方が良さそうです。高木美穂さん自身も周りに相談した方がいいと語っています。いかがでしたか。今現在も活躍している芸能人も様々な困難を乗り越えて今に至っているのですね。これからの活躍にも注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。